こんばんは、まさ46494です。今回はクリスマスダンジョンが来てるんで、もうクリアしちゃったんだけど、しかも S ランクで、なんか普通にやってたら S ランク取れちゃったやつです。で、クリスマスダンジョンの超祝福をやっていきたいと思います。パーティーは、ちょっと待ってね。ニーケなのか、リーダー。いいね。かっこいい。かっこよし。はい。ゴンパーティーで行きたいと思います。なんだっけ。アマテラスがいるのが、全回復するために、だいます。まあ、基本的にゴンの4倍の4つ消しで、全然なんか、リーダーバンド来ても余裕だったんだけどね。まあ、適当に4つ消し組んでれば、抜けるんじゃねえかと。2回、生き止めが出るんだよね。一緒に使います。ちょっと、まあ抜けるでしょう。ビッシェン強いよね、火力。なんか、四つ消しでもさ、2、30万軽くいくからね。びっくりだよ。抜けるかな？ギリ抜けるか抜けないか、左が。うわ、抜けない。抜けない。今日は、ヒット。抜けるじゃん。普通に。大丈夫でしょ。次、3、4回。あ、ここね。こことか、HP 削ってくるとこあるんで、ここでアマテラス使います。で、まあ、4つ消しで、大丈夫なので、で、抜いていきましょう。で、5回。で、ちなみに、なんか、今の先制系っていうのが結構ランダムで出てくるんで、で、出てきた時に基本的にゴンの4倍と、四つ消しっていけるんだけれど、けれどですね、あれなんですよ。もしなんか、無理だなぁと思ったらゴン使っちゃっていいんで、次消し、フーパー2で、抜けます。ああ、戻ってきた。寸劇来た。で、最後、メイ。で、抜ければいいかなーっていう。抜けなかったのかな、最後。まあ、ゴン使うんだけど、使って、次消しと1コンボの、で、半分以上超えれば、もう、OK なんで。
オッケーなんで、オッケーです。で、メニュー使います。めっちゃ効きた。すげえ効きたよ。まあ、抜けるんだけど、抜けるんだけどね。これで。これ S 取れっかな？ギリギリ取れるか取れないかぐらいだと思ってる。はい。何点だろう。ちなみに点数。おう、S 取れるね。あ、しかもハイスコア更新しちゃった。はい。ということで、これは、平均コンボと、クリアターンで、点数取っていく感じかな。何万点数だったっけな？そこちょっと、確認してないんだけど、まあ、ゴンゴンで中、なんか回復系入れれば、多分いけるとは、思います。あ、全然じゃ7000点取ってる。7000点じゃ取ってる。どこで取ったんだろう。平均コンボかな？はい、ということで、クリスマスダンジョンの超祝福でした。コンパーティーでした。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。じゃあね。